板倉勝茂の菩提寺である長演寺、板倉勝茂は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての旗本、大名、江戸町奉行、京都諸時代、板倉家総家初代、資料では簡易を冠した、板倉伊が守るの名で多く残っている。優れた手腕と、柔軟な判断で、多くの事件、訴訟を裁定し、敗訴した者すら納得させるほどの利にかなった裁きで、 名武行といえば誰もが勝重を連想した。天文十四年、板倉義江の次男として、三河国の方軍将三村に生まれる、幼少寺に出家して、浄土新州の永安寺の僧となった。ところが永六四年に、父の義江が、不幸妻、その後は主に死生命に従事し、天正十四年には家康が浜松より駿府へ移った際には、駿府町武行を、同十八年に、 家康が関東へ移放されると、武蔵国に新座軍、豊島軍で戦国を救され、関東大官、江戸町奉行となる。関ヶ原の戦い後の慶長6年、三河国三軍に6600国を与えられると、共に京都町奉行に任命され、京都の治安維持と朝廷の掌握、さらに大阪城の豊臣家の監視に当たった。なお、葛重が、 徳川家光の乳母を公募し、春日局が公募に参加したという説がある。慶長8年、家康が聖夷大将軍に就任して、江戸幕府を開いた際に位下、従後した伊賀守に除任され、同14年には、大見国、山城国に領地を活用され、16,600国余りを地、治行大名に列している。同年の井の熊事件では、京都書次第として、 御用税天皇と家康の意見調整を図って、処分を決め、朝廷統制を強化した。慶長19年からの大阪の陣の発端となった、方向寺証明事件では、本田正澄らと共に強行策を上奏。翌年の夏の陣では、古田茂成家臣、木村宗起が、大阪方と内通して計画した経営の放火を、阻止する。大阪の陣後に、江戸幕府が、 緊中な三国下書発を施行すると、朝廷が、その実施を怠りなく、行うよう指導と監視に当たった。元奈六年、長男、重宗に、京都書士大の職を譲った。元奈九年、十四下に上り、自重に任せられる。当時は、五府大衆の自重以上の官位を帯びていたのは、桑名少将、伊ー門、守る隆のみであった。官営元年に死去、去年七十九。 江戸時代後期の1793年、備中松山藩の第四代藩主、板倉勝政により、備中松山城下に、葛重重宗伏の礼を祀った八重日諸木神社が、建立された。葛重と重宗は武行として、前世を敷き、評価が高かった。葛重重宗の最低や逸話は、板倉西洋という藩霊集となって後世に伝わった。 板倉西洋が成立したのは元禄期とされる。成立の経緯には、名奉行の存在を渇望する庶民の思いがあった。公明盛大な奉行の存在を望む庶民たちの渇望が、板倉クラ勝茂重茂舟という有料な奉行に固くして、巨巨実実を交えた様々な逸話を集約させ、板倉西洋を完成させた。板倉西洋の中には、後の名奉行、大岡 三方一両村の逸話は、その代表とされる。また、板倉西洋自体も、民の、包み公安当院肘などから放案された話が混入して、出来上がっている。ありがとうございます。